星野和平は日本の実業家、映画プロデューサーである。五社協定時代以前の日本の映画界で俳優ブローカーとして活躍したことで知られる。1913年10月19日、東京府の新井薬師に生まれる。成果は七店であった。1928年、旧姓、尋常小学校を卒業する。白木屋の五副部員となり、牧野光男の妻と知り合い。 1935年に設立された牧野陶キ製作所に入社する。1941年に戦時統合が行われ、日本全体の映画作品の制作本数、必要人員が削減された時代、星の芸能者を設立、杉教授や宮城千佳子、嵐勘十郎、黒田貴郎、江川憂良らの地方巡業を行う。百四十六年十一月、 東方葬儀を原因に、大河内伝次郎、長谷川和夫、入江隆子、山台鈴、藤田進、黒川八太郎、原節子、高峰秀子、山根久子、花井蘭子が組合を、脱退、十人の旗の会を結成、それがやがて新東方設立に向かう。星野は、星野芸能者で、原節子、サブリシン、小暮道よ、水戸講師、飯田町子、高峰三恵子、 三浦光子、坂本武氏、宇佐美敦氏、特大寺新羅のマネジメントを行い、映画会社に所属しない俳優を強力にブッキングする。1949年、熊谷久虎、倉田文人とともに、映画芸術研究所を発足、設立第一作、殿様ホテルを、倉田監督、主演、河津清三郎で制作、配給する。同社の社長は、熊谷、星野は、 倉田やサブリシンと共に、取締役として、名を連ねた。翌1950年には、サブリの監督、主演作、女性対男性、同じく、執行猶予を、大野泉映画と提携制作する。大野泉映画の合併と投影の成立を機に、芸研プロダクションを閉じ、東京プロダクションを設立する。同社の設立第一作は、 1952年5月29日公開の離婚であった。同年、牧野正宏監督の八太郎ーカサ後編を主演の鶴田浩二の会社申請プロダクションで制作、完成後に東京プロダクションの解散を発表する。1954年、制作を再開した日活の契約プロデューサーとなる。翌1955年、渡辺国夫と共に新東宝に入社。 渡辺が取締役制作担当、星野は取締役撮影所長に就任する。同年12月29日、大倉三次が社長に就任。渡辺も星野も取締役を辞任する。1956年7月12日公開の四谷会談を最後に、同社の制作のクレジットから名前が見えなくなる。1973年3月27日、 死去する、万五十九歳没、くつかけときじろう、ありがとうございます。